ギガ連射。さあやっていきましょう。今日やっていくのはこちら、プロストの壁蹴り。これ見てどう思う？そんなになんかこう、やりたいって思うかな？俺は思わないと思うんだな。あんまり伸びないと思う、このゲーム。この実況ね。うん。あんまりなんかやる気しねえなと思って今まで撮っときました。プロストの壁蹴り。もう適当にやってね。適当にあげます。これに関しては。あんまり期待しないでください。動画としても。あとまずブロストがね、ブロストって時点でね、多分ね、あんまり伸びないっていう感じがするよね。クターの中でブロストってそんなに人気あるキャラじゃないと思う。赤いし、赤を悪く言うわけじゃない、シャアを悪く言うわけじゃないんだけどさ、多分人気にクター人気投票みたいなのがあったらブロスト下から2番目だと思うな。1位はクター、2位はチークかな、3位が、スモークぐらいが入りそう。誰スモークって、黒いやつです。黒いクタがスモークです。じゃあやっていきましょう。あらすじからね。ほい。笑っているのか泣いているのかさっぱりわからないが、最近忍者ごっこに夢中な脅威の無表情キャラブロスト。両側にそびえ立つ崖の壁をタイミングよく蹴ってどんどん上へ上がっていこう。マウスの左ボタンを押す長さでジャンプの高さを微調整できるぞ。調子に乗って高くジャンプするといきなり障害物にぶつかることなので気をつけよう。ということですね。なんかヒントは何が書いてあるかな。このゲームのコツ、何度もプレイしてジャンプの高さの微調整を極め、うるせえ何度も挑戦して飛ぶジャンプの微調整しろ、ジャンプの、うわ地獄、上は地獄、セシル、これは極めてますね。これは職人の技。美しき職人の技。1661メートル。頭おかしいだろ。他の奴らがせいぜい800とかでトップなのに、トップっていうかまあ、800で図抜けてるのにさ、そこからさらに倍積んでるってどういう状況なのこれは。どんな世界なんだここは。やっていきましょう。あ、いきなりトラクターじゃん。これトラクターって言うらしいですよ。トラクターとかぶって。めちゃくちゃレアなクターらしい。うん、なんかあの、クターの紹介みたいなページがあってね。これ結構レアなクターです。トラクター。今日日本シリーズやってますけどね。日本シリーズやってますねって言わなきゃだった。全然関係ないわ、トラは。トラはどこにも日本シリーズと関係ありませんでした。あ、出てきた、ブロスト。おおおお、わからんな。あんまりつきすぎ。こりゃわからん。張り付きすぎると落ちる。で、長押ししすぎると、長押しの長さによって、どれぐらい飛ぶかの長さが決まるでしょう。ああ、なるほど、なるほど。ここどうすりゃいいんだ？うわ、ちょっと長かったんですわ、今。ちょっと長かったんです。石ちょっと上に上がってる？そうでもない。うわ、ちょっとわからねえ、これ。これわからねえわ。どうやって、どうやって、あれを避ければいいの？障害物を。避け方がわからない。ちょっと邪魔かな、カーソルの位置が。当たるよ。当たるよね、そりゃ。そりゃ当たるよ。どうすりゃいいんだ？ちょっと避け方がわかんない。上手い人の動画見ないと、これ。初見ではさ、あんまりスコア伸ばせないっすわ。当たるよ。上でも当たるし、下でも当たる。あの風船は。上では当たらないかな。当たるよね、意外にね。ここも当たり判であんのかな、ここも。何もかもがわからん。すごい世界だ。ね、トラクターレアでしょ。全然出てこない、トラクター。ここで、あ、違うな。ん？
こで長く貯めて、こっちからこう、こう、こう、こういう感じ違うな。なんであれ、これ、この、長、押す長さによって、回避できたりできるのかがわかんないんだわ。やば。わからん。セシルに弟子入りしないとこれは。セシルさん。上越えたね。上越えたね。あ、風船に当たり判定はないか、もしかして。風船に当たり判定なかったです。なんで、だからって別に置き換えることないぞ。上は分からんじゃん。ぶっちゃけ、上はどうなってるか。だからさ、運じゃないの。見えてないところがどうなってるか分からないのさ。分からないじゃん。上完全ランダムだしさ。え？分からん分からん。何も分からん。どういうけど。うわって、え？ここの間をかわせて。いや、これは、どうだ？あまり動画的にもさ、この、着地点を見出せないよ。当たるんだよな。こっちもう飛んどくか？ん？あ、非常にこれは難しいです。接続中のまま。はい。ベストスコア更新できませんでした。どうするどうする。非常に実況者泣かせですね、これは。あ、いけた。上越えてた。あ、長くこう、あ、そうか。長くだから、短く飛んでちょっと体勢を体勢を持ち直すみたい。体勢を立て直す。立ってはね。風船だから上がっていくのか。だから何なんだ。そうか。いや、でも、短くジャンプして、こっち側に飛んで、こっちからこっちかい？判断が、めちゃくちゃ難しい。当たるから。あと2分やったら終わりにする。実況舐めとるだろうと思われるかもしれない。もっとやれと。ダメだ、このゲーム。本当にダメ。本当にダメだから。本当にダメ。どうやってスコアをこれは稼いでいいのかわからない。忍耐力とかそういう次元じゃないな。当たるね。これは、こっち側に行って、大ジャンプして向こうに行くって感じだね。1時間か2時間ぐらいやったらわかんのかな、飛ぶ感覚。セシルマジですげえ。セシルマジですげえ。どうなってんだ。楽しいな。楽しいな。実に楽しい。どうやったらこれでさ、線とかいけるわけ。このゲームで線とかいけるわけ。もうすごいわ。これで、これは分かったよ。だから、手前にない方に、手前にある方に、ダメだ。どうすればよかった。ああ、大ジャンプした時点でもダメなんだ。長押しした時点で積んでた。あと一回逃げ出して。あ、トラクター来た。トラクター来た。皆さん憧れのトラクターが来た。これ難しいんだよ。真ん中にいるときどうせいいの。ああ、いけた。ああ、トラクター。不毛すぎる。不毛すぎるんよ。これは。
よしんぼ俺が何かを掴めたとして、このゲームを続けて掴めたとして、それが一体いつになるのか、皆目見当がつかない。そして、頑張ったところでこの上の上位陣の壁の厚さよ。多分ね、無理だね、これはね。10位以内に入るのに何時間プレイすればいいか、予測もつかんね。まだ何もつかめてない。すごいな。なんかもしかしたら YouTube とか、ブロストの壁蹴りで検索したら、スーパープレイみたいなのあったりするんかもしれない。なんかプレイ動画とかあったりするんかもしれないわ。まあ結構退屈な動画かもしれないけど、その退屈な動画にすごい技術の粋が詰まってるっていうことを意識してその動画見てみたいね。こりゃでも、こりゃすごいわ。まあもう多分ね、200より上のやつら全員すごいと思う。うん。1位セシル、2位ブックマーク2018。3番、稲越し。稲越じゃねえわ。新越稲穂。アッキー2020。SS7729。凍結さ。パーボー。もう全部すごい。嫌いなと。荒い。よし、今日5枚だ。プロストの壁っきりでした。